してるので、今回ちょっと宇宙がテーマの話もあるので、結構宇宙とロボットっていうのが関連性が高いので、そういったのに興味を持って。ボストン、ケンブリッジと並んで世界に誇る、学術的な研究と、それから、それをイノベーションにつなげていくポテンシャルを秘めた街だというのを今日改めて痛感をしました。大変ワクワクしています。ぜひ一緒にやりましょう。筑波市の本気が伝わりました。ここもスタートアップなんでお世話になるかと思います。よろしくお願いします。どちら？香りのスタートアップをやっていて、センティという会社でやってます。はい、初めて参加しました。今年からちょっと自分たちも起業したので、これからどんどんコネクションを作っていけたらと思います。スバー、 We came here first time and to show what we are doing in Tsukuba. We are a University of Tsukuba based startup and Tsukuba City is supporting us a lot and we are so happy to be here and see many other companies starting from Tsukuba. It's a great chance for us to see many other startups from Tsukuba.頑張ろう、筑波。筑波大学発ベンチャーの水戸世良です。今日は本当にいろんな人とつながれて勇気をもらいました。これからも患者さんの病気を治すために一生懸命頑張りたいと思います。僕の企業仲間とか、投資家の方とか、この機会で改めてお会いできる方がいろいろいたので、先進的なこの取り組みっていうのは非常に評価できると思っています。筑波市民として、私たち、ここに住んでよかったなと思ってますので、これからも頑張っていってほしいです。ありがとうございます。筑波市はスタートアップのポテンシャルは非常に高いと思うんで、いくつか課題がありますけども、それをクリアすればなんとかなると思ってますので、期待してますし、できるだけご支援したいと思ってます。よろしくお願いします。いや、筑波最高っすね。いや、筑波は僕は拠点が筑波で仕事もやってるんですけど、より筑波がもっと好きになりました。はい、ありがとうございました。全体のこう熱気がすごかったですね。去年もね、筑波ナイトがあったんですけど、その時にやっぱり来させていただいて、今日は全体来ようと思って来ました。どうもありがとうございます。これだけの方に来ていただいているので、本当にもっと来た会場でドーンとやれると面白いかなと思ってますし、筑波に次人を連れてきて筑波でやれるといいかなと思ってますので、ぜひ来年も参加したいと期待してます。はい、よろしくお願いします。2年目ですか。結構楽しくなってきてるので、またアップサイジング出るように、今度は海外からもどんどん呼び込んでやれたらいいのかなと思います。なんていうんでしょう、産総研さんのイメージしかなかったんですけれども、もっといろんな活動があるんだなっていうのを、すごい勉強になりました。ありがとうございました。今日は普段出会えないいろんな人と名刺交換できたのがすごい楽しかったし、面白かったです。これから先、10年先、20年先、あるいは50年先、一体どんな街でありたいんだろう、誰と一緒に作っていきたいか、それがスタートアップ。世界の